セブンイレブン被害者の会。実は現在セブンイレブンとトリリオンゲームのコラボ商品春の特製キムチチャーハンおむすびが発売しているのですが、どうやら何も知らずに買った人たちが自宅や会社で悶絶しているそうです。作品を見た方はお分かりいただけるかと思いますが、この商品激辛です。パッケージをよく見ると小さく赤文字で書いてるんですよ。コンビニのおむすびとしてはかなり攻めた作りになっており、本当に辛味の強い味。食べられないってほどではないんですが、苦手な人は多分飛び上がるほど辛いです。これは確かに会社じゃ食べたくないな。僕は割と癖になる辛さで美味しくいただけました。それではですね、こちらの口コミ見てみましょう。このドラマは知らないけど美味しそうで買ってみました。辛そうだなとは思ったけど、思っていたより結構辛いです。辛いの得意な人は普通に美味しく食べられるかも。私は辛いの苦手なので、辛さで途中味がわからなくなりました。セブンイレブンさん、商品名に激辛って入れてあげないと。皆さん、これ気になった方はぜひ食べてみてください。